私が武者を離れるときには、武者を開発して温泉地にすれば、いずれは箱根のようになる。総督府だってそういうふうに考えていて、私は安心して後を授かに託していったんです。それがこんなことになるとは。どうも人事には適切さを買い取ったようだな。当初より小島を主任に当てておったならば、あるいは状況をつかみやすかったかもしれません。まあ遅きに失した措置ではありますが、今回の鎮圧行動では小島を徴用して彼の番通としての本領を発揮してもらおうと、こういうわけです。今回のことで内地の方の反応はいかがでしょう。支隊長殿のお考えは。今回の鎮圧作戦について上の方から言ってくる内容を見ると、我々軍部の方がますます声を大きくしているようだ。なるほど。今回のことでは大変な騒ぎになりました。諸外国も関心を集めつつあるやに聞き及びます。総督の感じておられる重圧も並大抵の重さではありますまい。我が石塚総督も台湾であってこそ天下無敵の大国王だが、内地に帰ってみると、今や朝鮮総督の威勢にも及ばぬ凋落ぶりだ。そうすると、今度総督が内地へ戻られた時には、もし辞意を表明された場合、指物首相もこれ以上石塚さんを守り抜くことはできないかもしれませんか。とどめることはできんだろう。だが、政局がどんなに動こうとしても、我々は粛々と作戦を進め、もうな一歩をつかめにはならん。生け捕りですか。そうだ。絶対に生け捕りにせにはならん。内地では真相を知りたがっておる。評判の司会を生け捕りにせにゃ、ことの顛末を明らかにする方法はなかろう。それともこういうのはどうでしょう。テム一派に一筆書いて与えるというのは、目の前に手厚い褒美をちらつかせれば、あいつらだって奮い立つに違いない。そうなりゃモーナだって袋のネズミでしょう。その通りだ。さあもう一杯行こう。この居酒屋には警察諸君らもよく来るのかな。はい、皆よく気晴らしに来とるようです。花岡一郎と次郎もここへは。彼らも警官ではなかったか。その通りであります。事件発生以来現在に至るまで、わしはずっと疑っておる。キャツらが評判をそのかし、我々日本人を騙したと。そんなことはありますまい。あの二人は日本人が手塩にかけて育て上げたというが、それは本当かね。はい、彼らは誠に優秀な警察官であります。警察官という身分において悩んだことがないとどうしてわかるのかね。それと我々同様誠心誠意天皇陛下にお仕えしていると、どうしてわかるのかね。しかし彼らは努力して我々の日本の文化文明を受け入れようとしてきました。それは紛れもない事実であります。受け入れようとそれはしたかもしれん。だが忠誠心がどっちを向いていたのかは誰にもわからんことだ。もういいでしょう。彼らのことはこれ以上言わんでください。いずれ見つけ出されれば、すべてがその時に一切が明らかになるんですから。さあもっと行きましょう。
どうです、とんばらの連中は。なかなかの侍揃いでしょう。小島君、よくやった。ご苦労だった。この舞台は評判に100倍する頼もしさだな。彼らの協力で警察と遊撃が効果的に進められます。我々も安心ということですな。警視と勇猛なる侍諸君に次ぐ評判の首を上げること、これが最優先の任務だ。任務を果たした者には報奨があるぞ。ようこん、ちょうようさ。ファンカンハンダハイズアースイエンユレスサンスイエンファンカンファンダスワンティンイーバイエントムスヤンバイエン以上のように賞金金額は非常に大きい。徹底的にやれ。大事なことを言っておく。モーナを生け捕りにした者には特別賞があるぞ。おとモーナは誰？今日ターベーチャー。以上だ。山崎さん、达纳顿诺夫已经占领了马赫堡，并且不时地派飞机轰炸。我们现在的粮食欠缺，武器也不够。如果我们要跟达纳顿诺奋战到底，只有把主力撤退到深山的岩窟去。大妈说的对，一切听大妈的指示。是。不过，我们也不能老是挨打，有时候也是要出其不意的给达纳顿诺通缉到啊。大妈。游击战的工作交给我。还有我不知道达纳顿诺还有顿巴拉。我刚得到消息，铁木带了300个壮丁在部下围攻我们。哼，没想到达纳顿诺的走狗跑得还真快啊。对啊，才刚攻打我们两条腿就变四条腿了。可恶。我还听说等巴拉接受达纳顿诺的奖励，只要取消我们的人头就有奖金可以拿呢。是哦。比尔，那你的投资多少钱？我大概100块吧。达道，你应该比较贵哦。为什么？你是摩纳路岛的孩子啊。阿奈，我的投资多少钱？50块。50块哪里啊？早知道叫我妈投身大一点。投都比别好小啊。小啊。Thank you.
前に用事がある。何ですか？お前に仕事をやる。仕事？算数はできるか？物を数える仕事じゃ。おい、你们弄错，这明明值100元的。これは大人じゃない、子供だ。20元、20元。你们看清楚，这个是大人不是小孩的。慌てるな。はい、見てみろ、こいつに見覚えがあるか。何を怖がってる、もう死んどる。さっさと見んか。こいつに見覚えはあるか。はい、保護者を祈り。いくつになる？10歳。10歳。数歳。もう間違えることはないだろう。今後首実験と賞金交付は中山教師に合わせる。はい。誰の首だかをはっきりさせてから賞金をやるんだ。まだ中に首がある。お前見がい見ろ。はい。教师さん、你怎么啦？早上我被口技马上抓去数人头，数奖金的时候，我几乎痛苦的快要死掉。但是我知道，我必须活下来。那些人头，我连看都不敢看的，可是口技马上要我把那些人头摆在一起，而且还一个一个去认。那些人头，唯一可以安慰的是，他们先走了，他们已经脱离活着时的痛苦。Kyoshi san，你很勇敢，只是已经死了那么多人了，接下来呢，还会有多少人会死？你在担心未来。你不担心？死亡的人不需要担心，可是活着的却要担心受怕。已经死亡的人是不需要为难的，只有面对死亡的才有为难。为难？是吗？你只有跟基隆就是那样的为难。基隆，基隆，他们有消息吗？他们会不会还活着？我不知道。
但是我宁愿相信他们还活着，因为只要活着就还有一线希望，就算被达纳杜抓走了，也还可以再见一面呢。見ろこのざまを。たった二人をなんでまだ発見できないんだ。もっと警官を動員して武者全域をしらみつぶしに探せ。花岡一郎と花岡二郎は何としてでも見つけ出すんだ。はっ。二人を探し出し厳正に処断せねならん。今でも隊長はあの二人が評判の頭だと思いですか。そうでなければなんであんなに大量の犠牲者が出るのか。いやしかし日本の教育を受け日本人の恩を受けときながら今になって恩をあだで返す。隊長、一郎と二郎はわしらが小さい時から見てきています。大事な時になって裏切るような奴らではありません。その通りです隊長。一郎と二郎がこの反乱の首謀者であるなどとは考えられません。ならば二人をここへ連れてきて潔白を証明すればいいだろう。别忘两天没吃东西，你先吃。你先吃了，我没关系。你先吃了，别忘你先吃。像我们耕地都被抢，一定要翻山越岭，还要通过土巴人埋伏，才能找到一点吃的。马苏里库，马苏里库贝雷，现在剩下的粮食不多，我们家里的人又太多，吃掉了很多食物。没有粮食，部落的勇士就没有力气打仗。莫娜，是时候了。部落的妇女跟小孩都上了哈达乌杜，我也应该带我们家里的小孩先走。还不到时候啊！不要为我担心，这一步早晚都要先走。阿盖，你跟我那么久了，我很少跟你说谢谢。现在我要跟你说谢谢。让我在每次工作回来的时候，
你都把晚餐准备好，没有漏过一餐。我也要谢谢你，帮我生这么优秀的子孙，我觉得很骄傲。我也要告诉你，可以当你的妻子，我也很骄傲。逐渐逼近来了，我们要更加小心。首を角を出した。魔法、魔法、魔法。また死のうとしたのか。こんなに思い詰めて、そんなに連れ合いや子供のいるところに行きたいっていうのか。まだやるんじゃないかと心配です。マホン、死んじゃダメだ。君の心の苦しみはよくわかる。
意気消沈するのも無理はないと思う。でも死んじゃいけない。いいかい真帆、君が死にきれなかったのは聖奪家のご先祖たちが君がみんなに会いに行くのを止めたからじゃないか。わかるかい。それはね、君に生きていてほしいからだ。君は生き抜かなきゃならないんだ。頼む、生き抜いてくれ。ほな、ほな、でもらえる。主任罢手，大家别冲动，现在中东军只会自投罗网，什么草也报不了。大妈，那么怎么办？现在我们兵分两路，大刀，你和比我带着各色装丁突破日军防线，我带着马二伯青年对付德姆，在太阳下山之前，我们在溪谷汇合。失礼します。航空隊の攻撃で評判に死者多数が出た模様です。はあ、それはよかった。谷の方で二十数体の死体を発見しました。モーナルーダは見つかったか。爆撃でバラバラになってわからんのかもしれんな。有那么容易吗？蒙娜露露那么容易被杀死吗？假如是这样，何必找我来帮忙？走！
夫だ。被大狼都困住了，那我们现在去撤退。大狼，我们现在救他还来得及。不行，我说现在撤退。防毒マスクをつけた兵が外にいるんですか。不足で物を言うな。出て行け。さっさと行け。報復行動に 毒ガスを使うのは国際法違反でしょう。誇ります、誇ります。スグレラン32で大量の首吊り死体を発見する。その中に花岡一郎および花岡二郎の死体を含む可能性あり。以上。先生。次郎たちの遺体が発見された。優れたんだ。行ってみんなのことを確認できるか。私行けなくありません。行きたくないんです。私本当に見たくないんです。何日も一郎に会えると思って、声が聞けると思って、我可以不要去吗？我可以不要去吗？それではいけませんか？カリン、見てきてくれ。ハツコ、君はついていかんでいい。俺は記者として行くんじゃない。彼らも教師として行くんだ。バカにだな。変更の一つくらい上げさせてくれたっていいだろう。ならここで渡せ。
んなの魂が安らかに生けるようになってあげなさい。敦子さん、ちょっとこっちへ来なさい。
我曾经说过，用生命保护你呢。你要试着勇敢活下去，把小姐生下来，并且抚养长大。基隆，一郎、花子、カツオ、
リオス当人は一度、二度、花子、カスオ应该还在花岗山上静静地躺着吧。六十多年了，我每天每天心里头的痛苦和思念从来没有停止过，可是我几乎是不哭的，因为过于悲哀，我的眼泪已经流干了。いるのか、晩身の女か、こんなところで何してる。黙れ。この人は花岡次郎の奥さんじゃ。貴様、警察官の遺族に対して無礼を働くつもりか。一馬さん、ありがとうございます。あんた、家族のことを考えてたのか。毎日部落の人たちの首や落とされるのを見てとても悲しいです。小島さん、うちの部落の他の人たちには警察もこんなに親切じゃないでしょう。バカなことを言ってごめんなさい。でも私本当に心配なんです。警察が部落者に仕返ししようとしてるんじゃないかって。敦子さん、次郎の犠牲についてはわしらも遺憾に思うちょる。次郎も尊敬をする。だから安心しなさい。あんたに悪いようにはしない。わしが約束できるのはそれだけじゃ。敦子さん、あんたやっぱ診療所へ戻りなさい。はい。失礼します。あの人を見ているとまるで昔の大和なでしこのようじゃ。はい。村田先生曾经安慰我说，日本是个讲华丽的国家，因此战俘将受到公平的审判。但是我仍然担心，在战火之下，人们的心中只存在着仇恨与报复。怎么样，该说了吧？莫娜到底在哪里？Da-da.